いたします。皆さんこんにちは。私は梁俊慶と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は中国から来ました。日本に住んでもう5年目になります。私はいろいろな経験をしてきました。日本に来て感じたことを思い出すと、その感動と関心は変わりません。変わるところか、ますますこれからも続いていくと思います。私は日本が好きです。ある日のこと、私は友達の車に乗って買い物に出かけました。私ともう一人の友達は後部座席に座っていましたが、すぐ眠ってしまいました。すると夢の中で誰かが窓をノックする音がします。目が覚めたら、なんと70歳前後のおじさんが実際に窓をノックしています。危ないぞ危ないぞ、ドアをちゃんと閉めないと、と大きな声で注意されました。その時、私たちの車は信号待ちで止まっていました。後ろの車のおじさんは半ドアに気づいて、わざわざ走ってきて私たちのために注意してくれたのです。私たちは大変びっくりしました。なんて親切なんだろうと、今でも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。こういう親切な人は特別ではなく、日常生活の中でよく出会えると思います。例えば電車の中で携帯電話を落としたら、見た人は必ず教えてくれます。また建物の出入り口やエスカレーターに乗るときに譲り合いをすることは少なくありません。日本人は思いやりがあり、親切で優しいと思います。私は日本が好きです。日本のサービスもいいです。私は飲食店や旅館で研修したことがあります。従業員の人たちはちゃんと挨拶をするだけでなく、笑顔で接客します。心を込めてお客様のためにいろいろな準備をします。サービスは出迎えからではなく、お掃除や食材の用意などからすでにお客様のために想定外の気遣いをするのです。これは日本だからこそのおもてなしだと思います。私は日本が好きです。日本はとっても便利です。電車は早朝から深夜まで運行しています。時間通りに動いています。駅を出なくても飲み物やお弁当は買えますし、乗り換え通路の中でいろいろな店があるからです。24時間のコンビニも便利です。店内の品揃えが良くて、食品や生活用品、銀行の ATM なども備えています。私は日本が好きです。毎年観光客が増えています。そのため自然環境が破壊されないようにいろいろな努力をしています。街の中にゴミ箱はほとんどないですが、ゴミは絶対勝手に捨てません。持ち帰ります。家での生活ゴミは曜日ごとに指定された場所に出します。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ、危険ゴミなど細かく規定されています。面倒だと思うでも毎日やっています。みんなの努力のおかげで今のきれいな環境が保たれているのです。こういう行動は素晴らしいと思います。日本人にとってはこれらが当たり前のことかもしれないですが、私にとっては本当に素晴らしいです。以上は私の日本が好きな理由です。これからもみんなと一緒にルールやマナーを守っていきたいと思います。ご清聴いただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。ただいまから10分間の